潤滑油剤性能や工具特性を評価するマイクロタップ TTT システムをご紹介します。トルクデータを視覚化することで潤滑油剤の有効性や工具特性が一目瞭然です。連動するパソコンで加工深さ、回転数、加工条件などを設定しマシンに送信します。表示パネルで入力を確認したらタッピングメニューの中からロールタップ加工を選択、次にスタートセットアップメニューの中からオートスタートを選択してみましょう。すべての設定が完了したらタッピングへ。まず加工位置を確認します。加工ストロークはワンアクションに設定。加工する下穴へ評価する油剤を注入します。油剤が下穴に確実に充填されたらタップにも評価油剤を塗布します。ファーストタッピング後に自動的に加工トルクデータが取得されます。セカンドタッピング、サードタッピング後にも加工データが自動取得され、すぐにデータの重ね合わせ画面が表示できます。スタティスティクス画面では加工トルクの分布評価が行えます。モータースイッチをオフにしてスパイラルタップへ交換してみましょう。専用工具でチャックを固定し、スパナでホルダーを回し緩めます。タップを交換し、専用工具とスパナでタップをしっかり固定。モータースイッチをオンにして評価試験を続行します。スパイラルタップの加工試験も非常にスムーズです。加工データを重ね合わせ表示しています。次に保存していた加工データを複数ロードして比較してみましょう。任意の位置での精密な比較評価も簡単です。TTT システムは自動主軸送り機構と XY テーブルを標準装備しています。ご覧のようにセミオートでのタッピングが可能です。スイッチを切り替えて手元でのワンタッチ操作も可能です。潤滑油剤や工具特性の精密な評価にマイクロタップ TTT システムをぜひお役立てください。